ヤッホー、サオリです。乾杯、イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、偽りのセレドにやってきております。子供たちだらけのこの町でございます。はい、この子に話しかけてみましょう。ねえねえお姉ちゃん、あのね、お願いしたいことがあるんだ。もう町に大人はいないから、何でも僕たちだけでやってかなきゃいけないでしょ。だから辛いことがあっても元気が出せるように僕みんなにプレゼントを作ってあげたいんだ。時間かかるから大変だと思うけど、お願いお姉ちゃん、プレゼントの用意を手伝って。うわな、うわ、こんなちっちゃい子がみんなのためにプレゼントやって、もうそれだけで泣けそうなんですけど。はい、受けましょう。はい、ありがとう。そのプレゼントはトモガラの木っていう特別な木じゃないと作れないんだ。ここから来たの？はい、まあいつものお使いですね、これはね。お願いお姉ちゃん、トモガラの苗と、それから苗を育てるための肥料になる馬の糞1個持ってきて。馬の糞持ってたかな、牛の糞やけ、どっちかを持ってます。おい、まあ、とりあえずモンスターを借りに行くか。じゃじゃーん、見て、めちゃくちゃかっこいい光る馬になっちゃいました、ドルボードが。視聴者さんにプレゼントいただきました。鉄心さん、いつもありがとね。かっこええな、これほんまかっこええな。あ、いましたいました、ウィングタイガー。はい、戦ってく。はい、落としました。トモガラの苗、はい、これと馬の糞ですね。はい、立派に育つといいですね。はい、ご希望の品揃えてまいりましたよ。トモガラの苗と馬の糞を1個持ってきてくれたみたいだね。それじゃあ両方とも僕に渡してくれる？はい、どうぞ。はい、わあ、ありがとう。この苗が大きな木になるまで育ててプレゼントの材料にするつもりなんだ。トモガラの木ってすごく早く育つんだよ。だけどみんなには内緒で作りたいから、見つからないようこっそり育てなくっちゃね。木が育ったらお願いしたいことがあるから、しばらくしたらまた来てほしいんだ。うーん、3分ぐらいかな。リアル時間とか。たまにね、言うてくるんですよ、リアル時間でとかって。3分で苗が木に育つ。ちょっと恐ろしくなりますね。あとできますね。あ、お姉ちゃん、聞いて聞いて、トモガラの木が立派な大きい木に育ったんだよ。3分でほんまにできちゃった、ラーメンみたい。トモガラは仲間って意味らしくって、同じ木から作ったものをみんなで持ってるとずっと仲良しでいられるんだって。だからね、僕トモガラの木を材料にロザリオを作ってみんなに配ってあげたいんだ。大人たちがいなくっても僕たち仲間の絆があればきっと大丈夫だよって。でも木工なんてやったことないから、お姉ちゃんにもう一つだけお願いしたいことがあるんだよ。パパに聞いたことあるんだ、木工ギルドってところにハヤトっていう腕のいい職人さんがいるって。お姉ちゃんお願い、そのハヤトって職人さんから木工のやり方やコツを聞いてきて。ハヤトさん、私も木工やったことないんですけど。まあギルドに行けば会えるのかな、行ってみたいと思います。あ、いらっしゃいました、ハヤトさん。はじめまして、どうもどうも、裁縫ギルドからやってまいりました。ん？なんだい？僕の顔に何かついてるかい？おい、腕のいい職人さん、はい、教えてください、お願いします。ふーむ、木工のやり方を知りたいのか。しかしいきなりそう言われても、そうそうパッと教えられるものじゃないよ。そうですよね、私も裁縫慣れるまでずいぶん時間がかかりましたからね。え？レンダーシアの子供が僕の評判を聞いて木工を習いたがってるだって？うーむ、そういうことなら一肌脱いであげるしかないね。この本をその子に渡してあげておくれ。話がわかるいいお兄さんでしたね。 ありがとうございます。子供向けの木工教本、あ、いいですね、これわかりやすく書いてるんでしょうね。それは僕が子供の頃から使っていた教本さ。え、大事なもんじゃないんですか？わ、ありがとうございます。もう今さら読むこともないから、その子にプレゼントしてあげておくれよ。しかしそんな海の向こうの大陸まで名前が広まっているなんて、僕の評判も捨てたものじゃないね。得意げになるのもわかります、すごいよね。はい、じゃあ戻って伝えますね。
はい、ハヤトさんへお兄ちゃんでしたよ。あ、お姉ちゃん、ハヤトって職人さんに木工のやり方聞いてきてくれた？はい、こんな本くれたよ。どうぞ。わあ、これハヤトさんがくれた本なのかい？ふむふむ。なるほど、お姉ちゃんありがとう。この本すっごくわかりやすいよ。実はね、もう共柄の木の枝を取ってきて用意していたんだ。早速ロザリオを作ってみるね。めっちゃ張り切ってるね。うまくいくといいね。あ、たどたどしい手つきで共柄の木を掘り始めた。なんか微笑ましいな。うん、できた。あまり綺麗にできなかったけど、ちゃんとロザリオの形になったよ。これならみんなにプレゼントできるね。何度も僕のお願い聞いてくれて本当にありがとう。お礼に最初に作った記念のロザリオをあげるよ。だってお姉ちゃんも子供だけの町セレドの仲間だもんね。嬉しいこと言うてくれんな。はい、ありがとうね。はい、クリアいたしました。かわいいクエストでしたね。次はやっぱり女王様にあげるロザリオを作ろうと。うう、緊張するな。リゼロッタちゃんだけちょっと別に作るんや。なるほどね。ほいで次はリゼロッタちゃんところに行けばいいのかな。あ、さっきくれた木彫りのロザリオがちゃんと装備品のところにありました。嬉しいな。なんかでも私金のロザリオ持ってるんやわ。ごめんやけど、まあ大事にしとくね。あ、リゼロッタちゃん紫文字になってます。話しかけてみましょう。こんにちは、沙織さん。この間は妹や両親に会わせてくれて本当にありがとうございました。自分たちが死んでいると分かった後は私もみんなもショックでしばらく落ち込んでいましたけれど、もうだいぶ落ち着きました。これからはその日その日を大事にしてつつましく暮らしていくつもりですわ。でも最近気がかりなことがあって。沙織さん、聞いていただけます？はい、もちろんですよ。実はこの間小さい子たちを連れてセレドット参道の滝のあたりへ遊びに行こうとしたんです。そうしたらその時道中のホラー穴から不思議な音色が聞こえてきて、魔物たちがたくさん集まってきたんです。急いで逃げてきましたけれど、あの音色が何かの異変の予兆だとしたらこの町の女王として放っておけませんわ。そこで書庫にあった薬学の本を手がかりに魔物から身を隠すという魔法の薬を作ろうとしたんですが、その材料の一つであるレムール貝だけいくら探しても見つかりませんの。どうか調達してきていただけませんか？レムール貝やって、あの黒い美味しいやつ？違う違うかな。はい、探してきましょうよ。ありがとうございます。助かりますわ。レムール貝は北のリンジャハル海岸。あ、またリンジャハル海岸ですね。はい、遺跡の北西。わかりました。そしてそれを手に入れることができるのは海と月が惹かれ合う時だけだとか。これは一体どういうことでしょうか？あ、どういうこと？月が海に沈む時ってことかな。で、月が見えるのは夜？夜に行けばいいのか。とりあえず向かってみましょうか。わあ、リゼロッタちゃんやっぱり責任感めっちゃ強い子やな。あ、気になるんやな、そのなんか謎の音色ってやつね。うん、村を守るために頑張ってますね。今夕方なんですけど、満月が昇り出す時って夕方らへんでしたよね。だから今の時間帯も多分海と月が近いはずなんですよ。この世界なんかいつも満月なんで、今行けば間に合うかな。はい、お月様が昇り出したんだと思います、今ね。はい、海と割と近くに月があると思うんで、はい、今ならまだ間に合うよ。頑張ろう。あ、光ってる光ってる。大丈夫やった？合ってた？夕方でよかったのかな。はい、開いましょう。はい、あ、小さな透明の貝やって。レムール貝。私が頭に描いてた貝はムール貝でした。黒くて美味しいね。ガーリックとかで味付けしたらめっちゃ美味しいやつ。ムール貝。違う違う、レムール貝です。
ゲットゲット。ほらお月さんがまだ登り始めやから海と近いんですよ。合ってましたね、よかった。たまたまいいタイミングにゲットできました。じゃあ戻ります。綺麗ですねお月様ね。はい、リゼロッタちゃん、レムール貝見つけたよ。レムール貝を持ってきてくださったんですね。これさえあれば霊の薬が作れますわ。さあ渡していただけますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。では早速調合してみますわね。リゼロッタちゃんすごない？調合できちゃうの？作ってるわ。できたの？できましたわ。薬学の本によるとこれはレモールの粉という古くから伝わる薬だそうです。これを体に振りかければ魔物から身を隠せますが、万が一のことを考えると一人では心細いですわね。沙織さんすみませんが、不思議な音色の正体を調べに行きたいので一緒に来てくださいな。音色が聞こえた場所はこの町から南に出てセレドット山道をずっと東に進んだ先のベリルの洞穴です。よろしくお願いしますわ。ベリルの洞穴、初めて行く場所かもしれないね。レゼロッタちゃん一緒に行きます？別々に行くんですね。はい、そうですか。はい、じゃあ行きましょう。はい、ベリルの洞穴マップに載ってました。向かいましょう。それにしてもレモールってさ、透明になる呪文じゃなかったっけ？消し去りそうみたいなものを作ったのか。すごない？リゼロッタちゃんってほんま優秀よな。はい、ホラーな発見いたしました。ちょっとドキドキするけど入ってみましょう。気づいたらリゼロッタちゃんが後ろにいました。この音色、以前私たちが来た時に聞こえた音と同じだわ。スライムベースが言ったよ。ここから先は魔物が集まってて危険ですわ。さあレモールの粉をかけますわよ。さあこれで透明になるんでしょうか。よいしょ、やっぱり透明になったわ。すっかり見えなくなりましたわね。この効果はあまり長く持たないそうですから急いでいきましょう。もう私も透明になったのね。え、何？なんかにぶつかった。ごめんなさい、どこにいるかわからなくて手探りしながら行きますわね。リゼロッタちゃんにぶつかったんや。いや、この音色といえばさ、プリズムやん、キメラ。ほんまに魔物がいっぱい集まってんやけど、この音色といえばクローズさんのイメージやけど、私の中では違うな。誰やろこれ。人間が弾いてる周りに気持ちよさそうに魔物たちが集まっててね、え、うたた寝してる魔物までいますよ。姿が現れちゃった。リゼロッタちゃんもうっとりしちゃってるわ。え、この子は誰？気づかれた？やあこんにちは、君たちも僕の演奏を聞きに来たのかい？めっちゃおる。逃げてった。あなた誰？ここで一体何をしているの？僕はセリク、グランゼドーラ王国からやってきたトゥーラビキのセリクさ。ずっと一人で退屈だったから愛用のトゥーラを奏でていたんだ。そしたら魔物が集まってしまってね。初めはびっくりしたけど、みんな僕の曲が聴きたいだけみたいだから敵意はないと思うよ、安心して。不思議な子ですねこの子。トゥーラって誰かの口からもね、そんな名前が出たような気がしますが、あなたどうしてこんなホラー穴に一人でいるの？お父さんやお母さんはいないの？僕は父さんや母さんと一緒にセレドという町に行くところだったんだ。だけどその道中で気を失ってしまって。目が覚めたら二人ともいなくなっててさ、
さまよい歩いてたどり着いたこの洞穴で、誰かが見つけてくれるのを待っていたんだよ。そう、あなたのお父さんもお母さんもいつの間にか消えてしまったのね。私の名前はリゼロッタ。もしよろしかったら私と一緒にセレドの町まで参りませんこと？おや、君はセレドの町の子なのかい？ええ、あなたさえよければその素晴らしいトゥーラの音色を町のみんなに聞かせてあげてほしいわ。それじゃあお言葉に甘えようかな。沙織さん、そういうことですから私彼をセレドの町まで連れて行きますわ。今回のお礼を差し上げますから、後でセレドの町の高台の教会までいらしてください。はい、ありがとう。さあこちらですわ。子供同士意気投合してる感じ。あ、トゥーラってあれか、あのさ、名前と忘れた、あのプクリポのさ、イケメンのさ、プクリポらしからぬさ、テロップ入れときます。あれ、音楽変わってる。あの子がトゥーラを弾いているね、どこかでね。はい、ボッシュ君なんか知ってる？ここに来た？うん、沙織か、さっき女王様がどこかから知らないやつを連れてきたんだ。今みんなに紹介してるみたいだから、教会に入るなら静かにしろよ。はい、わかりました。早速弾いてますね、これはね。おー、子供たちも集まってね、え、静かに聞いているわ。あー、すごいすごい、すごく綺麗な音色だね。感動したよ。やだ、私泣いちゃった。ね、素敵でしょ。前に山の中で見かけた魔物の群れはこの演奏を聞きに集まってたのよ。彼はセリクっていうの。ご両親と一緒にセレドの町に来るはずだったんですって。けれど町に来る途中気を失って、目が覚めたらお父さんもお母さんも消えていたそうなの。リーズ、それって…みんな、セリコを私たちの新しい仲間に加えていいかしら。ありがとう、みんな。これからよろしくお願いしますわ。私はみんなを家族だと思っていつでも頼りにしてくださいな。ところで気になってたんだけど、この町にいるのは子供たちばかりだね。大人はいないのかい？それはね、まあそんなことどうでもいいか。ちょっとトゥーラの練習をしてくるよ。逆に怪しないか、こんなに飲み込み早いとさ。不思議な子やな。なんだか彼、不思議な人ね。全く同意見でございます、レズロッタちゃん。沙織さんもお気づきかもしれませんが、セリックもその私たちと同じなんだと思いますの。きっとセレドの町に来る道中で何か不幸があって、それでまだ本人は気づいてないみたいですが、いつか折を見て伝えるつもりですから、今はそっとしておいてあげてください。優しい子やな。今回は私の頼みを聞いてくださってありがとうございます。これは私からのお礼ですわ。ありがとう、命の木の実。 Thank you。 あやかしの調べ、このタイトルも若干気になりますよね。不思議な子やな。それでは失礼いたしますわ。昔意地悪されてたのが嘘みたいに、めっちゃ素直でいい子。うーむ、
あの子の正体気になんな。はい、どう思うヒーロー君。僕以前父さんと一緒に出かけた時に旅芸人の方がトゥーラを弾いているのを聞いたことがあるのですが、セリクの演奏の方が洗練されていました。きっとこの世界に来る前は有名なトゥーラ弾きだったんでしょうね。あんな子供でそんなにすごい演奏やったんやね。プロの旅芸人よりセリク君の演奏の方が良かったみたいな感じ。すごいね。セリクってかっこいいけど何考えてんのかよくわかんないよ。俺仲良くできるかな。なんか確かにね、ミステリアスな雰囲気なんですよね。とっつきにくそうな感じの。あん、セリク君って素敵。またトゥーラ弾いてくれないかしら。あらあら私ああいうイケメン男子に弱くて何でもしてあげたくなっちゃうの。あーセリク君お熱ですね。セレドット参道のホラー穴で魔物が集まってるのを見た時はついビビって逃げちまったけど、まさか人が隠れてたなんてな。ジョー様とお前が見に行ってくれなかったらセリクずっと一人ぼっちだったかもな。どうやって暮らしてたんでしょうね。普通あんな魔物に囲まれてさ、トゥーラなんて弾ける？弾き続けられる？怖がっても全くなかったからね。不思議やな。はい、再びリゼロッタちゃんに何かお願いされそうでございますよ。沙織さんもお気づきかもしれませんが、セリクもその私たちと同じなんだと思いますの。きっとセレドの町に来る道中で何か不幸があって、それでまだ本人は気づいてないみたいですから、いつか折を見て伝えるつもりですから今はまだ言わないでください。はい。それはそうと、沙織さん、あなたに頼みたいことがありましたの。実は私たちセリクのために内緒で歓迎パーティーの準備をすることにしたのですが、セリクが大事にしていたトゥーラが突然壊れてしまったみたいで、彼ったらひどく落ち込んでおりますの。突然爆発した？いや、そんなことあらへんか。こんな時にパーティーなんてできませんわ。どうかセリクのトゥーラの修理を手伝ってくれませんこと。はい、わかりました。なんで壊れちゃったんだ？ありがとうございます、助かりますわ。セリクはセリオ院の2階にいるはずですから、詳しい話は彼から聞いてくださいな。え、そんなところにいるの？あのトゥーラはセリクにとってとても大切なものだと思いますの。どうかよろしくお願いしますわ。はい、わかりました。途切れた旋律。セリクの歓迎パーティーにスイーツが出るんだって。おやつなんて久しぶり。テーブルきれいに拭いてお皿磨いておかなきゃ。うん、待ちきれないよ。かわいいなこの子は。むしゃむしゃ食べてんな、ずっと。はい。うがーバグバグモガモガ。この町にまさか新しい友達が来るなんておいらびっくりしちゃったよ。セリクはむしゃむしゃどんな料理がもぐもぐ好きなのかな。後でムガムガ語り合いたいもんだね。食べながら喋って。もさあセリク君に会いに行こう。む、女王様からセリクのトゥーラの修理を手伝うように頼まれたのか。セリクならセリオ院の2階にいるぜ。どうもあいつはあの場所が一番落ち着くみたいだな。なんか結構ね、町外れというかなんというか、子供たちはこの教会のあたりに集まっているんですけれども、セリオ院って人一人いなかった気がするんですけどね。ねえねえ、サオリ、私今セリクにあげるプレゼント何にしようか考えてるの。セリクは何をあげたら喜ぶかな。プレゼントって難しいよ。もうその気持ちだけで十分プレゼントになってるよ、ティマちゃん。ええ子やな。はい、ほら、セリオ院もうなんかガランとしててちょっと不気味なんですよね。この2階にいるんや。ここかな。あ、いそう。あ、いた。あ、落ち込んじゃってるわ。おや、リゼロおったから僕の頼みを聞いてくれって言われたのかい。実はトゥーラをずっと練習していたら弦が切れてしまってさ、弾くことができずに困ってたんだ。あ、そういうことか。弦が切れちゃっただけか。なるほどなるほど。いつもなら予備の弦を持っているんだけど、僕のカバンの中にしまったまま父さんに預けっぱなしだったんだよね。手元に弦がないのか。君が父さんの持ってるカバンをここに届けてくれるなら修理もできるけど、そんなの無理だろうし。それにしても
父さんと母さんは一体どこに行ったんだろう。一緒にセレドの町に来るはずだったのに。今は人と話す気分じゃないんだ。悪いけど一人にしてくれるかな。やっぱり平気ぶってるだけですっごいなんか心の中では不安なんかな。そうですよね、お父さんお母さん急に消えちゃってね。どうしたらいいんやろう。手がかりはあるかな。はい、リゼロッタちゃんとこ戻ってきたんですが、まあセリックは予備の弦が入ったカバンをご家族に預けたままだったんですね。だとすると私にはどうにもできませんが、こちらとあちらの世界を自由に行き来できる沙織さんならセリックのご家族にも会えるのではありませんこと。そういうことか。真のセレドにさ、セリック君のお父さんとお母さんがいるってこと。あ、そうやんな、そういうことやんな。なるほど、全然気づかんかった。ありがとうリゼロッタちゃん。こんにちは沙織さん。リゼロッタに聞きましたが、セリックのトゥーラが壊れてしまったそうですね。子供たちはみんな彼の演奏を心の慰めにしているみたいなんです。どうか修理を手伝ってあげてください。はい、わかりました。はい、真のセレドの町にやってきました。あのさ、セリク君があえてセリオインにいたのは真のセレドの町でご両親が同じ場所にいるからなんじゃないかなっていう気がしたので、ちょっとセリオインにやってきました。探しましょう。はい、このお部屋にセリク君がいたんですけど、偽の世界では。ここは重病の患者さんが入る特別病室。ご家族の方や関係者以外は立ち入り禁止です。お引き取りください。ちょっとだけ覗かしてもらえませんかね。あかん。ここは重病の患者さんが入る特別病室です。もう一回同じことを言われました。おや、もしかしてセリックのファンの方ですか。こんな遠いところまでわざわざ。さあどうぞ会っていってください。息子はかつてグランゼドーラ王国でトゥーラの名士として人気を集めていましたが、そんな栄華も今となっては昔の話です。はるばる入院先までお見舞いに来てくださるあなたのような熱心なファンがまだいらしたんですね。ほらセリク、あなたにお客さんよ。この子は体の端から少しずつ咳化してしまう難病を患っていて、もうずっとこんな状態なんです。いつかグランゼドーラの音楽祭で優勝するのが夢だと言って頑張っていたのに、なぜよりによってうちのセリクが。このおぞましい病気が治療できたとしても、息子の指が動くようになる保証はありません。長くつらい訓練が必要とのことです。それでも私たちは息子に生きていてほしい。そんな思いから評判の高いこのセリオインを調べ治療に来る途中だったのですが。そういうことか。その道中ついにリャナ荒涼地帯の山道で意識を失ってしまい、それ以来目を覚まさないのですよ。しかもこの子が大事にしていたカバンも魔物に奪われてしまうし、全く災難続きですね。そのカバンがどうなったかですって。リャナ荒涼地帯のダーティーラビッツにひったくられたままですが、それが何か。そろそろ検査のお時間です。どうぞお引き取りください。おっと、時間のようですね。この子も
お客さんが来ると嬉しいだろうし、また面会にいらしてください。そっか、セリコくん難病やって手足がね、石になってたよね。痛ましい姿でしたね。ご両親めっちゃ優しかった。優しそうやった。ご両親と一緒にグランデドーラからセレドの町に向かう途中に倒れてしまって、あのホラー穴の近くだったんでしょうね。そこで多分偽のセレドに生と死の狭間をさまよいながらたどり着いてしまったんですね。でもまださ、完全に死んでしまったわけではないんでしょ？ねえ、10秒って言ってたからさ、今頑張ってなんとか生きようとしてるっていうところですよね。いや、なんとかしてさ、セリク君、このご両親が見守る中、目を覚ますっていうね、展開にならないですかね。ちょっと私も協力できることならしたいと思います。はい、では続きは次回やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。